い、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、グリンカ、幻想曲、カマリンスカヤ、早くも今日で最後の解説動画となりました。2回目の今日は144小節目から残り全部を解説していきます。144小節目から冒頭と同じ4分の3拍子になります。でテンポの設定は5個目のモッソとなっていますが、冒頭のモデラートとほぼ同じか、あるいは少し速くなるというふうに考えていただきたいと思います。でベースは156小節目1拍前から入ります。このボーイングはこの長いスダーを1音ごとに改良していただきたいと思います。最初アップから入って、146小節目はダウンアップアップとします。で次をダウンで入って、は158小節目後半から159小節目の頭のアーまでをアップ1人とします。で最後はディミネードが書いてあるんですけど、もうダウンアップダウンと1音ごとに改良していただいて構いません。もう一度最初から通していきますと、小節目からのピチカートが入りますが、この B のオクターブ、その後の F のオクターブは全てハーフポジションでまとめて取るようにしてください。アルゴになるのが196小節目からになります。でここの打ち込みは全てフォーティッシモになりますので、この B は全てダウンで弾くようにしてください。その後もピカート君ですね。207小節目、208小節目のスポーツアンドもいつでもダウンで弾くようにしてください。でその後の R のタイの伸ばしですが、最初はダウンから入ります。でその後ここはここディミネントという指定があるんですけれども、一人みたいに弾けませんので、最後1回も介入をしていただきたいと思います。220小節目、アーのタイの場所は最初ピアノのスタートになりますので、アップから入っていただきたいと思います。でここもタイの場所がかなり長いので、1回も介入していただきたいと思います。最後のベイはダウンで終わっていただきたいと思います。でその後のボーイングは、途中で改良することになりますと、今止まりましたアーまでをアップしており、で2分音符のゲーでダウン、次も同じ要領で2分音符のゲーで改良していただきたいと思います。で注意していただきたいのは、226小節目の頭のこのフィスで、これはその後のセーとベーが出てきますので、これを間違ってナチュラルの F で弾いてしまう可能性がありますので、ここは間違えないように注意していただきたいと思います。最初から通していきますと、ここまでこのようなボーイングとなります。244小節目からのボーイングも長いスライドになっていますが、途中で改良していただきたいと思います。でこれに関してはもうダウンから入ってもアップから入っていただいてもどちらでも構いません。でダウンで入る場合は7小節目までをダウン1人で弾いた後、残り3小節で改良をしていただきたいと思います。アップから入る場合も同じ要領で、248小節目の A で1回分改良をしていただきたいと思います。267小節目からのボーイングも長いスライになっていますが、その前から急モッソテンポが速くなっていて、でピアノは続く分、ここは一読みで弾ける範囲になります。最初から弾きますと、もう今のようにダウンアップ、それぞれ一読みで弾ける範囲になります。続いて274小節目からのポジションを説明していきます。で最初は D 線1本でスタートして、A、フィスは第1ポジションで1、4と取ります。で次の G なんですけども、ここはトリルがついていますので、 D 線を必ず使っていただきたいと思います。よくやるのが G を開放で取って、これでトリルをする方がおられますが、ここは本来正しい奏法ではありませんので、トリルの場合は必ず D 線で取っていただきたいと思います。第3ポジションで、Gと R を1、4と取る形になります。で次の小節はフィス、R を D 線で取って1、4で、ポジションは変えずに上の D を4で、下の D は解放を使っていただいて構いません。でボーイングはダウンからの入順で弾いて、ここもダウンアップとします。でその後はポジションはもう同じ要領になりまして、
で282小節目285小節目は先ほどとは例外的にダウンダウンと弾き直しを行っていただきたいと思います。1小節前からしますと、ここだけこのようにとっていただきたいと思います。で283小節目はアップからの弓順、再びダウンダウンとしてまたアップからの弓順、8小節目はダウンアップと弾いていただきたいと思います。その後はあとはもうダウンからの弓順で弾いていただきたいと思います。そしてこのフォルテ3つからは D のオクターブになっていまして、その前からも D のオクターブになっていますが、楽譜上はディビージという明確な指定はありません。そのため基本的にはもう通常のディビージでアウトは上でいいんだ、下のバートを弾いていただきたいんですけれども、あの編成が少し小規模の場合は289小節目から続くフォルテ3つの D のオクターブはどうしても音量が不足がちになりますので、小編成の場合はフォルテ3つから先をできるだけもう両方とも同時に鳴らしていただきたいと思います。310小節目の母音は当然ダウンで終わるようにしてください。で楽譜上はメソフォルテというふうな表記がごく稀にあるんですけれども、これはソルさんの間違いになりますので、前のテンションと同じ要領で最後もしっかりした音で鳴らすようにしてください。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。後半からはテンポが若干の変動がありまして、メノモストであったりピューモストであったり若干の変動がありますので、指揮者はどれだけテンポを変えているのかも必ず把握しながら演習していただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。